いい年していつまでも遊んでんじゃねえよ。貴様に何がわかる。社会がなんだ。まともな社会しか見てこなかったやつが偉そうに説教するな。俺は生まれてすぐ両親に捨てられた孤独だった。家族団らん、母の味、そんなものとは無縁の少年時代だ。児童養護施設では壮絶ないじめを受け、世界を呪った。呪わなければ生きていけなかった。そして力に目覚めた。この力のおかげで生きてこられたんだ。その生き方を否定する奴は。なんだその目は。俺をそんな目で見るな。わかるよ、お前の気持ち。こいつ俺と同じ。俺も子供の頃、小4くらいだったかな、親にその日運動会だってこと伝えてなくて、俺だけ弁当がなかった。そりゃお前が悪いというか。いや、何の話。孤独を感じた少年時代の話。